弘道会は高山組から竹内三代目会長が出たり、前弘道会若頭の中野も高山組からの昇格であり、現若頭の野内組長も高山組からの昇格である。その弘道会にあって、戸澤田が名古屋の幕都独立組織であった。八代目稲葉寺一家本部長、中村会長は五代目山口組、弘道会若頭高山組組長、高山清とは五部兄弟杯を交わしている。そして、1997年12月、山口組次期3級の勢力を誇る中村会長が、五代目山口組初代弘道会相談役として加入したのだ。中村会長は二代目弘道会若頭、副会長、舎弟頭、最高顧問を歴任している。五代目高村会会長が中村であり、六代目高村会会長が松山武氏が十代目総裁を継承している、稲葉寺一家は豊富な資金力で、組員も小敷ヤクザは存在しない、薬物やら泥棒ヤクザなどいないのだ、ましてや老人を騙して詐欺をするペテン師ヤクザすら存在しない。金持ち喧嘩せずでもなく、組織のためなら、迷わず行動する組織である、神戸山口組との構想では、2019年10月10日、稲葉寺一家丸山組組長、丸山敏夫は、神戸山口組五代目山県組事務所付近で、山県組参加組員2人を射殺した。2020年12月31日に高知署内で丸山敏夫の死亡が確認された。初公判前で病死と見られている本物のヤクザの所作である、また。2022年5月8日午前2時大阪府豊中市にある神戸山口組、二代目匠組組長、入江の本宅に、稲葉寺一家。八代目伊藤忠参加組員の、菅野が車をバックで突入させて玄関先の門を損壊した、この件で匠組は機能すらしなくなったと言われた。弘道会のエリートは高山組や野内組である、稲葉寺一家は六代目山口組の最高幹部に昇格できるほどの実力があるが、弘道会に残ることに意味があることを分かっているのだろう。高山組も弘道会から直参にはならないであろう。山県組の権竜会がそうであるように、弘道会は常に山口組の中で最大最強の組織であることが山口組を支配できるのだから。山口組弘道会ではなく、弘道会山口組になってしまうのではと感じてる人もいるのではないか。山口組の直参よりも、弘道会の直参の方が力もあり資金力や子分が多数いるのが現実である。しばらくは弘道会支配は続くし、むしろ続いてほしいものである、ヤクザは。強くなくてはならない、やられても、お金を払って終わらす、ヤクザは舐められて終わるものだ。